美男子とタバコ。ダザイ私は一人で今日まで戦ってきたつもりですが、なんだかどうにも負けそうで心細くてたまらなくなりました。けれども、まさか今まで軽蔑し続けてきた者たちにどうか仲間に入れてください。私が悪うございました。と今更頼むこともできません。 私はやっぱり一人で過当な酒など飲みながら私の戦いを戦い続けるより他ないんです。私の戦い。それは一言で言えば古いものとの戦いでした。ありきたりの気取りに対する戦いです。見えすいたお手祭に対する戦いです。ケチ臭いこと、ケチ臭いものへの戦いです。私は エホバにだって誓って言えます。私はその戦いのために自分の持ち物を全部を失いました。そうしてやはり私は一人でいつも酒を飲まずにはいられない気持ちで、そうしてどうやら負けそうになってきました。古いものは意地が悪い。何のかのと陳腐極まる文学論だか芸術論だか恥ずかしげもなく並べやがって、もって 新しい必死の発芽を踏みにじり、しかもその自分の罪悪に一向お気づきになっておらない様子なんだから恐れ入ります。おせども引けども動きやしません。ただもう命が惜しくて、金が惜しくて、そして出世して妻子を喜ばせたくて、そのために徒党を組んでやたらと仲間褒めして、いわゆる一致団結して公営の者のをいじめます。 私は負けそうになりました。先日あるところで過当な酒を飲んでいたら、そこへ年寄りの文学者が三人入ってきて、私がその人たちとは知り合いでも何でもないのに、いきなり私を取り囲み、ひどくだらしない酔い方をして、私の小説について全く見当違いの悪口を言うのでした。私はいくら酒を飲んでも乱れるのは大嫌いのたちですから、 その悪口も笑って聞き流していましたが、家へ帰って遅い夕ご飯を食べながら、あまり悔しくて、ぐしゃっとおえつが出て止まらなくなり、お茶碗も箸も手放して、おいおい男泣きに泣いてしまって、お給仕していた女房に向かい、人が、人がこんな命がけで必死で書いているのに、みんなが軽いなぶり物にして、あの人たちは先輩なんだ。 僕より十も二十も上なんだ。それでいて、みんな力を合わせて僕を否定しようとしていて。卑怯だよ。ずるいよ。もういい。僕だってもう遠慮しない。先輩の悪口を公然と言う。戦う。あんまりひどいよ。などと、取り留めのないことを呟きながら、いよいよ激しく泣いて、女房は呆れた顔をして、おやすみなさい。 ね。と言い、私を寝床に連れて行きましたが、寝てからもその悔し泣きのおえつがなかなか止まりませんでした。ああ、生きていくということは嫌なことだ。ことにも男は辛くて悲しいものだ。とにかく何でも戦って、そうして勝たなければならぬのですから。その悔し泣きに泣いた日から数日後、 ある雑誌社の若い記者が来て、私に向かい妙なことを言いました。上野の不老者を見に行きませんか不老者ええ、一緒の写真を撮りたいのです。僕が不老者と一緒のそうです。と答えて落ち着いています。なぜ特に私を選んだのでしょう。太宰といえば不老者。不老者といえば太宰。 何かそのような因果関係でもあるのでしょうか。参ります。私は泣きべその気持ちの時に、帰って反射的に相手に立ち向かう性癖を持っているようです。私はすぐに立って背広に着替え、私の方からその若い汽車をせき立てるようにして家を出ました。冬の寒い朝でした。私はハンカチで水花を抑えながら、 無言で歩いて、さすがに浮かぬ心地でした。三鷹駅から商船で東京駅まで行き、それから自電に乗り換え、その若い記者に案内されて、まず本社に立ち寄り、応接間に通されて、そうして早速、ウイスキーの共王に預かりました。思うに、太宰は、あれは昇進者だから、ウイスキーでも飲ませて少し元気をつけさせなければ、不老者とろくに対談もできないに違いないという、 本社編集部の好意ある取り計らいであったのかもしれませんが、率直に言いますと、そのウイスキーは、花肌機械な代物でありました。私もこれまで、様々な怪しい酒を飲んできた男で、何も決して上品ぶるわけではありませんが、しかし、ウイスキーの一人酒というのは初めてでした。ハイカラなレッテルなど貼られ、ちゃんとした瓶でしたが、内容が濁っているのです。 ウイスキーのどぶろくとでも言いましょうか。けれども私はそれを飲みました。ぐいぐい飲みました。そして応接間に集まってきていた記者たちにも飲みませんかと言って進めました。しかし皆薄笑いして飲まないのです。そこに集まってきていた記者たちは大抵ひどいお酒飲みなのを私は噂で聞いて知っているのでした。けれども飲まないのです。 さすがの主豪たちも、ウイスキーのどぶろくは敬遠の様子でした。私だけが酔っ払い。なんだい、君たちは湿気じゃないか。てめえたちが飲めないほどの珍妙なウイスキーを客に勧めるとは、ひどいじゃないか。と笑いながら言って、記者たちはもうそろそろ太宰も酔ってきた。この勢いの消えないうちに不老者と対面させなければならぬと、いわばチャンスを逃さず。 私を自動車に乗せ上野駅に連れて行き、不老者の巣と言われる地下道へ導くのでした。けれども、記者たちのこの用意周到の計画もあまり成功とは言えないようでした。私は地下道へ降りて何も見ずにただまっすぐに歩いて、そうして地下道の出口近くなって、焼き鳥屋の前で4人の少年がタバコを吸っているのを見かけ、ひどく嫌な気がして近寄り、 タバコは吉田前。タバコを吸うとかえってお腹がすくものだ。吉田前。焼き鳥が食いたいなら買ってやる。少年たちは吸いかけのタバコを素直に捨てました。すべて実際前後のほんの子供なのです。私は焼き鳥屋の女将に向かい、おい、この子たちに一本ずつ。と言い、実に変な情けなさを感じました。 これでも善行ということになるのだろうか。たまらねえ。私は唐突に、ヴァレリーのある言葉を思い出し、さらにたまらなくなりました。もし、私のその時の行いが、俗物どもから、多少でも優しい仕草と見られたとしたら、私はヴァレリーにどんなに軽蔑されてもいたか方なかったんです。ヴァレリーの言葉。善をなす場合には、 いつもわびながらしなければいけない。前ほど他人を傷つけるものはないのだから。私は風邪をひいたような気持ちになり、背中を丸め大股で地下道の外に出てしまいました。四五人の記者たちが私の後を追いかけてきて、どうでしたまるで地獄でしょう。別の一人が、とにかく別世界だからな。 また別の一人が、驚いたでしょう。ご感想は私は声を出して笑いました。地獄まさか。僕は少しも驚きませんでした。そう言って上野公園の方に歩いて行き、私は少しずつおしゃべりになって行きました。実は僕何にも見てこなかったんです。自分自身の苦しさばかり考えて、 ただまっすぐを見て地下道を急いで通り抜けただけなんです。でも、君たちが特に僕を選んで地下道を見せた理由は分かった。それはね、僕が美男子であるという理由からに違いない。みんな大笑いしました。いや、冗談じゃない。君たちには気がつかなかったかね。僕はまっすぐを見て歩いていても、 あの薄暗い隅に寝そべっている不老者のほとんど全部が炭性な顔立ちをした美男子ばかりだということを発見したんだ。つまり美男子は地下道生活に落ちる可能性を多分に持っているということになる。君なんか色が白くて美男子だから危ないぞ。気をつけたまえ。僕も気をつけるがね。またみんながどっと笑いました。うぬぼれてうぬぼれて。 人が何と言ってもうぬぼれて、ふと気がついたら我が身は地下道の隅に横たわり、もはや人間で亡くなっているのです。私は地下道を素通りしただけで、そのような旋律を本気に感じたのでした。美男子の件はとにかく、その他に何か発見できましたかと問われて私は、タバコです。あの美男子たちは酒に酔っているようにも見えなかったが、 タバコだけは大抵吸っていましたね。タバコだって安かないんだろタバコを買うお金があったら、むしろ一枚でも、下体一足でも買えるんじゃないかしら。コンクリートの上に直に寝て、裸足でそうしてタバコをふかしている。人間は、いや、今の人間は、どん底に落ちても、丸裸になっても、タバコを吸わなければならぬようにできているのだろうね。人ごとじゃない。 どうも僕にもそんな気持ちが思い当たらぬこともない。いよいよこれは僕の地下道行きは実現性の色を増してきたようだわい。上野公園前の広場に出ました。さっきの四名の少年が冬の真昼の日差しを浴びて、それこそ危機として遊び戯れていました。私は自然にその少年たちの方にふらふら近寄ってしまいました。そのままそのまま 一人の記者がカメラを私たちの方に向けて叫び、パチリと写真を写しました。今度は笑って。その記者がレンズを覗きながらまたそう叫び、少年の一人は私の顔を見て、顔を見合わせるとつい笑ってしまうものだな。と言って笑い、私もつられて笑いました。天使が空を舞い、神のおぼしめしにより翼が消えうせ、 落下山のように世界中の諸々方々に舞い降りるのです。私は北国の雪の上に舞い降り、君は南国のみかん畑に舞い降り、そうしてこの少年たちは上野公園に舞い降りた。ただそれだけの違いなのだ。これからどんどん成長しても少年たちを、要望には必ず無関心に、タバコを吸わず、お酒もお祭り以外には飲まず、そうして、 打ち気でちょっとおしゃれな娘さんに気長に惚れなさい。ふき。この時写した写真を後で記者が持ってきてくれた。笑い合っている写真と、それからもう一枚は、私が不老児たちの前にしゃがんで、一人の不老児の足を掴んでいる、鼻肌妙なポーズの写真であった。もしこれが後日、何か雑誌にでも掲載された場合、 ダザイはキザな奴だ。キリスト気取りで、あのヨハネ伝の弟子の足を洗ってやる仕草を真似して嫌がる。ゲッというような誤解を招く恐れなしとしないので、一言弁明するが、私はただ、裸足で歩いている子供の足の裏がどんなになっているのだろうという好奇心だけで、あんな格好をしただけだ。さらに一つ、笑い話を付け加えよう。その二枚の写真が届けられた時、 私は女房を呼び、これが上野の不老者だ。と教えてやったら女房は真面目に、ああ、これが不老者ですか。と言いつくづく写真を見ていたが、ふと私はその女房の見つめている箇所を見て驚き、お前は何を勘違いして見ているのだ。それは俺だよ。お前の亭主じゃないか。不老者はそっちの方だ。 女房は気真面目すぎるほどの性格の所有者で冗談など言える女ではないのである。本気に私の姿を不老者のそれと見誤ったらしい。